全然私、基本操作教えるんですけど、いないものとして扱ってもらって全然大丈夫なので。そんなんやだよ。せっかくのデートじゃん。じゃあちょっと崩して喋っても大丈夫ですか？いいの？喋ってくれるの？崩して。ちょっと崩すと、ちょっとやばい感じになるけど大丈夫ですか？何やばい感じって。うぜえ喋り方になっても大丈夫ですか？あ、いいですよ。聞かせてください。ありがとうございます。あ、じゃあ普通に喋ろう。今ちょっとハートついてなかった。喋ろう。喋ろうハート。うん、普通に喋ろう。いや、これなんかちょっといけない関係みたいな感じじゃない？なんか特別な感じだね。いや、ちょっと特別感はあるね。うん、ある。だって、お姉さんのちゃんとした対応しか聞いてなかったからさ。いや、なんか、あ、こういうことなんだな。いけない関係の良さって多分ちょっとこういうことなんだな。私分かってしまったわ今。だけすいません。いいですか？はい。カルビちゃん目の前スタン見えます。カルビちゃん。どこ？はい。今行く。あ！あ、ごめんなさい。あ、じゃあカルビちゃんこれ。どうしたんだよ。あれなんでこれ待って溶けてる。ちょっと待って、これどうしよう、ちょっと待って、なんか外れちゃった待って、ちょっと待って、今までってガンライセンス、お姉さん、久しぶり。おはよう。久しぶりに会えたね。犯人まだ捕まえてない。捕まえられてないんだ。これさっき世話になりました。このまま。そうなの。ありがとう。はい、お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。おはよう。体操服みたいな可愛い。そう、体操服です。可愛いね。お姉さん2人も今日もセクシーだね。今セクシーじゃないって言われたばっかりなんだけど。なんだよ。何がだ。こんなにセクシーなのに2人とも。露出狂になるか。それはちょっとまずい。お疲れ様です。お姉さん。あら。お姉さん最近私たち時間が噛み合わなくて悲しかったよ。悲しんでくれてたの？うん、悲しんでた。ちょっと嬉しいな。時間がね、入れ違っちゃったなって。そうだね。うん。めちゃめちゃカルビちゃんいろいろ研究してて偉いね。ほんと？うん。これからも頑張ってね。うん、すごいね、我慢してんだ。自分のね、うん、犯罪をしそうになる手を食いちぎってる。いや、さっきしてたよ。してないやめて。してないよ。してない嘘つくな。鍵の穴開けてるとこまで見せよ、ちゃんと。してないって。自分主従も全て見せよ、最初から最後。お姉さん今度バスデートしよう。あ、本当に？うん、バスツアーしよう、一緒に。ちょっと正規のバスで行こうね。正規のバスあるの？結局大型の人数いるんだよね今。そうないんだよね。細かい人数把握できてないからわかんない。ね、難しいよね。もう一回手元っていい？裏か渋はる？あ、いる。オッケー。またね。うん、またね。いくよ。よ。お姉さん。ああ。お姉さんはありがとう。首にしないでくれてありがとう最初。いや、カルビちゃん頑張ったね。いや、よかったよ。本当にありがとうね、首にしないでくれて。いやいや、カルビちゃんは首にする必要なかったよ。本当？本当？嬉しい。よかったよ、お姉さんに感謝だよ。いや、本当にありがとうな。ありがとうございます。いや、こちらこそだよ。本当に。もうこれからも大好きです。ありがとうございました。泣いちゃうよそんな。泣いちゃうよ。ありがとう、レイドまでしてくれて。本当に。これからも頑張ってね。うん、ありがとう。エモすぎるよー。いや本当に、ありがとう。明るいから本当に警察自体も明るかったと思うよ。そうかな。みんなたくさん許してくれたよ。ありがてえよ本当に。いや本当ありがとう、ありがとう。またね。うん、また警察しよう。待って、これ気になるわ。マンサヤさん、これ何やってたんだろう。やばい、かわいすぎる。あ、これ見てくれたんだ。マンセヤさん、尊すぎて涙出てくるわ。お姉さん、お姉さん、私はマンサヤさんに大感謝をしないといけないな。推しが大砲遂行できたことに感極まるマンサヤママ。なんだよこれ、いつもは私じゃ不満か。頑張ったね。他の人に捕まるよりいいんじゃないのかい。後ろのドア見て、私のこと見てる。おかえり、寝る。カルビちゃんが逮捕したよ。いや、ママ。治るやん。ママや。ママ。ママ。ママ。お姉さんのおかげで逮捕できたんだけどね、これ。抱っこしてもらうべきだった。いや、私も、ママに抱っこしてもらうべきだったな。抱っこしてもらえばよかった。しかも、絡みに行かないのがかなりママだ。ね。全然こうやって直接言ってくれなかったよ。なんか、影から見てたのかな。カルビが運営を捕まえる。ああ、これ捕まえたっけ。あ、これか。あ、これだ。あ、ちょっと。手錠外しちゃった？お前なんで上のこと手錠してんの？お前なんで上のことちょっと待ってください。カルビが捕まえられたってさっき言ってたのかな。いやでもこれ本当にスタンミ捕まえたと思ったらマンサヤさん捕まえてたんだって。何、頬を聞き思わず声が漏れるマンサヤ。カルビ出勤しました。カルビおはよう。おはよう。よかったよ、起きれて。カルビがなんとか起きれたよ。今日か。おはようございます。自分で起きたよ。すごいね、カルビ。ちゃんと起きれるんだよ。偉いね。マジでファンじゃん。いや、嬉しいね。これはすごい嬉しいことだよ。今夜の案件パーティー。